大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、デスマッチトーナメント続地祭り、今回29回目、前回の続きやっていきましょう。現在行っているのは弾劾爆弾デスマッチの A トーナメントの方で、今日でこの A トーナメントの優勝を決めるとこまでやっていきましょうということになります。3回戦の第3試合となる黒潮イケメン二郎対鈴木みのるの試合からお届けしてまいります。では早速やってまいりましょう。試合開始です。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイアープロレスリングワールドの Steam 版、PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私、マスク・ド・ニシオカが実況を務めさせていただきます。ということで、今回は視聴者の方にエントリーしていただきました71名のレスラーに加えて、私オーナーから1名を加え、合計72名のレスラーでデスマッチと、そしてトーナメントで遊び尽くそうという企画でございます。ファイプロワールドには金網デスマッチ、そしてバラ線葉っぱデスマッチ、今やっている弾劾爆弾デスマッチと3つのデスマッチ形式がございますので、これを今回はたっぷり遊び尽くそう。約2年前でしたっけね、2年前に行ったその地祭りという企画の、バージョンアップ、パワーアップ版、まあ人数が増えたというような企画ですかね、で行っております。金網、ここまで金網と、バラ戦が終わりまして、今回弾劾で、今回で、まあ、最後となりますが、これも ABCD にで ABCD で分かれてますので、このその A グループ4分の1が今回で終了ということになります。試合形式の方は見ていただいたら分かるように、通常のリングに、まず各コーナーに有刺鉄線を巻いたボード、有刺鉄線ボードが立てかけられているのと、場外には爆弾も設置された、有刺鉄線ボードが設置されております。つまり、まあ、落ち場所によってはね、爆発しない場合もあるんですけど、まあ、それが逆にリアルということになる。まあ、場外に落ちたら、何らかの理由で落ちたらドカーンと、であと、時間無制限一本勝負の、あとは3カウントもしくはギブアップでの勝敗決着方式と、でクリティカルが発生がないというルールになっておりますので、まあそういう意味では何でしょう、じっくりとアクシデントで終了じゃないというデスマッチ形式ながら、普通のノーマルマッチに近い、一番近いルールになるかもしれませんね。まあ、最後はこれでいいだろうということですね。あと反則がないのと、ロープチェックがないのというのが、まあ、デスマッチっぽくしているというところですかね。あとは時間無制限一本勝負ということで、白黒はっきりするまで、最後までお届けしてまいります。そんなもんですかね。はい、というわけで、まあまあ、余談の方に入っていきましょう。これ収録しているのが7月の13日の、月曜日、ですので、昨日12日の日曜日、生配信の方ね、毎週定期的にさせていただいている生配信の方を、ご参加いただきました方、本当にありがとうございます。まあいつもね、まあ、その何百人とはならないですけども、何十人はちゃんと集まってくださるので、毎週まで、まあ、それでもね、まだ緊張しながらやってますけども、本当にありがたく思っております。で、まあまあ、前回はね、見ていただいたら方は分かる、あのドラゴン選手権、パッと思いつきでやったんですけど、まあ、ドラゴンの、名がつくようなレスラーばっかり集めて、まあ、竜とかドラゴンとかね、というレスラーを6人集めてリーグ戦、まあ、たっぷり全部で3時間半ぐらいですかね、たっぷり時間かけてやりましたけども、まあ、それでもたくさん皆さん、遊んで楽しんでいただいて、参加いただいて、最後にはすごいフィニッシュと、これは ね、ネタバレするんで僕はあんまり言わない方がいいですね。まあやっぱり面白いな、ドラマがあるなと思いながらね、まあ各ファイプロ団体 WMW その設立した時からずっと言い続けてるのは、エディットポイント180にすることで、3スクミ
そのみんなが同じぐらいな、出力になる試合結果になるようなことができたらな、それを皆さんに見ていただいて盛り上がって勝った負けたも楽しんでいただけたらなと、誰か一人がこう絶対王者みたいなんじゃない方がいいよなとかって思ってるというのがまさに再現できたということだったので、もしまだね、生配信の時にご参加いただけなかった方は、アーカイブが残っているはずなので、よかったらまた見てみてください。長いですけども、まあまあ6人のリーグ戦、30分1本勝負のリーグ戦15試合かノンストップできますので、ね、まあ、そこだけでも見る価値はあるかもしれません。6人のレスラーのうちの半分ぐらいか3人ほどが、ちょっとブラッシュアップっていうんですかね、プーが今わかるんですけど、ブラッシュアップちょっと見直しを行って、強くしてからエントリーしたのがまあ見事にうまくはまりまして良かったです。まあ、よかったら見てくださいということですね。で、まあ、次回はそれにちょっと感化されましてね、今度ドラゴンの次はタイガーだろうということで、次回の生配信は、タイガー選手権を、やるということで、でその生配信の時にねタイガー選手権をやりますっていうようなことを一応放送を言ってたんですけども、その後ちょっとパッとひらめいたことがあったんで、タイガー選手権には変わりはないんですけど、ちょっとその生配信の時に言ってたのとは違うっていうのをやろうと思っております。まあ、ちょっと、ひとひねり加えて、やろうと思ってますので、だからその参加するレスラーをちょっと見直しをやった方がいいやろなとかっていうような、今ことがあるので、結局はまた忙しくなるかなと、技クラフトモードもフル回転でやらなあかんかなというようなことになっております。さあというわけで余談はこの辺にしておいて試合の方に集中していきました。これはリアルタイムでいうところのこの、昨日おとついですか、7月の11、12で大阪城ホールで新日本プロレス、久々にお客さんを入れてビッグマッチ、まあ、それでも1万人入るところを5000人ぐらい半分ぐらいしか入れなかったんですかね、5、6000人ぐらいですかね、でもうちょっと少なかったかな、4000人ぐらいの観客で、その試合にラインナップされていたはずなんですけども、確かまあ発熱かなんかで大事を取って、欠場となった鈴木実と、まあ、ここで憂さ晴らしというようなことですかね。全くデスマッチっぽくない試合となりましたが、まあまあこれも鈴木実の、プロレスのやり方というようなところですかね。試合時間13分59秒、腕しぎ逆十字固めで鈴木みのるがイケメンと黒潮が混じりましたね、黒潮イケメン二郎からギブアップを奪った試合でした。試合評価は 87% でした。さあ今のもうかなり必ず突っ込まれそうですが、まあ触れずにいたらいいんですよね、何事もなかったかのように。というわけで、次の試合ね、3回戦の第4試合となりますね。だからこれで、勝った方がベスト4ということになりますので、重要な試合。さあ、シッド・ビシャツ対安城洋次。これまた、お互いもなんか水と油みたいな感じやし、お互いデスマッチとは無縁というかね。さあ、それがどうなるか。それが見れるのがまたファイプロの面白いところということで、いきましょう。本日の2試合目、試合開始です。はい、さあというわけで、まあ、コロナのね、なんかどうも影響はちょっとどうなってるのかようわからん、その感染者の数はね増えてるようなことも言うし、でもこのまま経済が動かなくなるとは良くないからっていうことで、今日の時点でこの7月を収録してる時点ではまだ再自粛要請みたいなんですかはまだ出ていないので、まあ、どうなるかよう分からんのですけどね、まあ、でも一旦動き出したらちょっとさすがにもう一回止めるのは難しいのかなと素人考えで思って見たりするんですけど、まあどうでしょうね、まあ、プロレス界としては、ずっとストップかけられていたのが、まあ、これで、
5000人規模ぐらいだったらなんかイベントやっていいとかっていうことになったっていうのがあるんですかね。で、まあ、新日本プロレスだけじゃなくて全日本プロレスとかスターダムとか、じゃあ全日本プロレスじゃあ大日本プロレスかとかもね、ノアとかも、あ、ノアじゃない、あのドラゲーとかね、いろんなところが一気に動き出したんで、もうなんかようわけわからんようになってるんですけども、ただまあやっぱりそういう中で言うとやっぱりさすが新日本プロレスインパクトを残してるというか、まあ物議とは言わないですけども、その話題性というかね、まあその新日本プロレス 2days 2日間あって、で裏切り行為があったりで、サプライズと言って僕はいいんですけども、ディック統合が新日本プロレスのリングに上がって、あれは何でしたっけ、ロスインゴじゃない方ですね、イービルが裏切っていった方ですから、あ、バレットクラブですね、バレットクラブ入りしたとかね、ということで、ただディック統合があまり知られていない、まあ、新日本プロレスだけをずっと見てきて、内藤とか、岡田和親とかを、高橋ロンとか、をずっと応援してきた方にとってはディック統合って誰っていうのは結構真面目にそういう意見があるみたいで、まあプロレスはねよく言う長く見たものが勝つという、勝つじゃないな、長く見るもの、大河ドラマとまあ同じようなっていうような捉え方があるので、長いもの、長く見たもの勝ちみたいなところがまああるというところなので、そういう方にとってはディック統合が出た瞬間にギャーってなったんでしょうけど、意外と誰ってなってるということでしょうね。まあ、だからそれと同じように高橋宏とイービルが対峙するような形になったのも、新日本プロレスのヤングライオンっていうものを昔から知ってる人は、感慨深いなとかってなるけど、それを知らない人にとっては、なんで、あなたたち敵対することになったの、仲間だったのにみたいなことがなんかあるみたいですね。まあまあしょうがないでしょうね。で、個人的には僕はもうディック統合はすっごい好きな、好きだけどもちょっと好きすぎてもう訳が分からんようになるような感じのぐらいの、好きすぎて触れられないぐらいの、というようなところのレスラーの一人。まあとにかくプロレスがうまい。ちょっと前はね、ノアで小川義成とシングルをやってちょっと話題になったりとか、したというレスラーだから、まあこれを聞いてる方、このチャンネルを国語ファイプロなんて WW を見てるような方はディック統合のことを知らないという方はほぼいないとは思うんですけどね、まあ名レスラーの一人ですよね。まあ、残念ながら言うと一度引退したりしたんで、もうちょっとピークは過ぎてるかもしれないですけども、そのマイクもうまいし、表情とかこう見せるのがね、すごくうまい。もちろん今もずっと練習で体のキープとかすごいしてるんで、動きもそんなに落ちてはいないとは思うんですけどね、それ以上に、テクニックというかそのプロレス頭の部分では素晴らしいので、まあまあ活躍されるというかね、新日本プロレスがそれをどう扱うかみたいなところもあるんでしょうけど、十分いい仕事はしてくれるんじゃないかなと。まあ、ゲドウさんとね、そのつながりがあるというか、何でしたっけね、イーストなんとか、ファーイーストとかっていうのね、一緒に軍団みたいな組んでた時期もあったりとかっていうのが確かありましたよね。昔のこと分かってそうです、全然分かってない、ファーイーストコネクションでしたっけね、なんかそんな感じでしたね、というのがあるつながりもあるので、まあ、窮地の中ということで、その場合でつながったのか、まあ、関係なく新日本プロレスがやったのか、ゲドウさんがこう呼び寄せたのかは分からないですけど、まあまあうまいことやって、でまたどっかある程度、まあ、ここで、ね、素人予測ですけども、ある程度時間が経ったらまたどっかこう裏切ったり裏切られたりして、どっか去っていくことになるんでしょうけど、スポットでも新日本プロレスのリングにディック統合が上がるというのは、まあそれはちょっと感慨深いものはありますよね。
個人的には新日本プロレスを見る材料になるみたいなぐらいの影響があるというようなことですね。さあというわけで、残念ながらディック統合、うちのディック統合はあんまり出番がないですけどね、またちょっと今度またブラッシュアップしておきましょうかね。昔ね、あの家の近所のところにね、道のくプロレスが来て、でそれを生で見に来て、まあ、ちゃんと事件あチケット買ってで生で見に来て、シックスメンかなんかで、あのあシングルやったかな、スペルデルフィンかなんかとディック統合のシングルかなんかが行われて、でまあ、今だったら別に普通にそういうことをやるレスラーはいるんですけども、エプロンに向かって場外から飛んでいって、エプロンに寝てる相手にドロップキックをかますと、まあ、寝てる相手なんでそんなに高い、飛距離というか跳躍力じゃないんですけども、それをあのあんこ型、僕とほぼ変わらないんですよね、ディック統合さんが。ディック統合さんね、僕と同い年の方なんですよ、多分今年50、51で、ディック統合さんの方が年、あのお兄さんになるんですよね。で、背格好もあんまり変わらないということなんで、そういう意味で親近感があって、その体型であれだけ飛ぶかっていうのをなんかその時見てすんごい衝撃を受けたことがあるんですよね。だからそのディック、おー安城ごめんね安城、まあシッドビシャスの方があれか買ったのにということで、まあということですよ。ディック統合はね、それぐらいすごいレスラーなんですっていうこと。まあちょっとこっそり時間があれば、相変わらず技クラフトモードの沼にはハマっておりますが、ディック統合もちょっといじっとこうかなと思ったり、まあこれはタイムリーな話題なんで、ディック統合5番勝負やればチャンネル登録者数グッ、あかんな、そんなこと言ってるとダメ。はい、試合時間14分48秒、コブラクラッチでシッドビシャスが安城陽次からギブアップを奪った試合でした。いやー、安城がギブアップを取られるという方に回りましたが、シッドビシャスパワーだけじゃなくテクニックも意外といけるのかもねということですね。さあというわけで、これでベスト4が出揃いました。まずはここまで1回戦から勝ち上がってきました忍び、内藤哲也を破って上がってきてますからね。でもう一人が剣道長崎、こちらは2回戦からですけども、まあ、勝ち上がってきたということですね。剣道長崎はでも相手に恵まれたのかもしれないですね今回ね。で、もう一人3人目が先ほど今日の本日の1試合目で勝ち上がった鈴木みのる、そして最後がシッドビシャスということで、全くタイプの違う4人が並んだと言ってもいいんではないでしょうか。では行きましょう、忍び対剣道長崎。まあ、ちょっとこう何ですかね、東洋人キャラっぽい対決というようなことでいきましょう。準決勝の第1試合となります。ではいきましょう、試合開始です。はいはい、ごめんなさい、もうちょっと黙ってくださいね。で、あのディック統合ね、先ほどちょっと言ってた、ディック統合のことを知らないっていう方が僕はね、だからそのツイッターかなんかで、そのディック統合が新日のリングに上がって、ディック統合って誰かわからないっていうつぶやきをツイッターでされてるのを見たときに、っていうことはディック統合の存在を知らない人がディック統合の試合を見たり動きを見たり、そのプロレス頭の良さを見たら、あ、こんな人がいるんだって言って、逆にその衝撃が大きいというか、ハードルは今下がった状態だからいいんじゃないみたいなことを思ったんですね。だから僕らにしたら、もうディック統合としてはピークはちょっととかと思ったりするんですけども、それでもそれを超えるぐらいの多分動きはしてくれると思ってるんですけど、それを知らない人はそれがわからないですかね。そのハードルがその高いか低いかっていうと、そうでもそんなに高くないと思うんで、そう考えていくと、ちょっとそういう風にしてディック統合を知らない人、見たことない人が新日本プロレスのリングに上がって、見た時に
どういう反応をするのかなみたいなところもちょっとあるなということを、まあ、思いましたね。はい、というわけでもうこの話題はやめときましょうかね。まだ、あんまり喋りすぎるともう次回の収録で喋ることがなくなるので、この辺にしておきましょう。さあ、ということで準決勝なので試合中心でお届けしてまいります。さあ、ここまで勝ち上がってきた剣道長崎もどうでしょうね。ここまでであんまり爪痕は残せてないけども、まあでも1回戦ですぐ負けるというようなことはなかった気がします。逆に忍びの方は今回久々の登場で、活躍が結構上の方まで残ってたりしてましたよね。バラ戦葉っぱデスマッチの時もポーゴに負けましたけども決勝戦まで行きましたもんね。まあ、そういう意味では、忍びはやっぱり強かったと。まあかなり初期に作ったレスラーで、ロジックの中身にどんなんかは全く覚えてないし、見た記憶もないですね。特訓した記憶もないし、だからそれでよく勝ってるなと思います。まあ、この間昨日ですよね、ドラゴン選手権っていうのをやって、で天竜源一郎と藤波辰巳、この2人を、大幅に見直しを行って、まあ、新しい技をねちょっと装備するとかっていう理由もあったんですけども、ロジックからもう一回ちょっと見直したんですけども、まあこれはあるあるで、なんでこんなロジック組んだんやろうなって言って思うぐらいのロジックの中身になってたりすることがあるんですよね。おーおお、久しぶりに爆発、やっとデスマッチらしくなってきましたね。さあ、剣道長崎が先に被弾流血、このダメージがどれぐらいかっていうのはちょっと分かりかねるんですけども、ここまで戦ったダメージと重ねるとこれは大きな差が生まれたのか、さあどうなのかというところで、まあ天竜源一郎ブラッシュアップして強くなったということで成功なんですけど、忍びに関してはそれをやっていないですからね。剣道長崎はね、一回ねちょっとねあんまりにも弱すぎてね、これはいかんということで、剣道長崎もかなり初期に作ったレスラーですからね、ちょっといかんなと思ってなんとかしたっていう記憶はありますね。まあ相変わらず技クラフトモードにはハマってますよ、沼に、どっぷり。まあでもちょっとなんでしょうね、ハマって身動き取れなかったのがちょっと動けるようになったかなっていうところですかね。なんかまあ、これは生配信の時にも言いましたけども、まあ、本人はあまりお好きではないでしょうが、僕たちの間ではもう技クラフトモードの技クラフト、もちろんパーツクラフトもそうなんですけど、神様と呼ばせていただいているオジェフさんがこの間こんなんやってますって言ってツイッターでつぶやいたら、ここをこうした方がいいんじゃないですかっていう、まあ丁寧にね、きちんと換気性がましくではなく、教えていただきまして、でそれでなんていうんですかね、変な意味ではなくて、ちょっとこう吹っ切れたというか、あ、そこ触ったらこういう大きな変、ちょっとしたことがすごい大きな変化を生むことができるんだみたいなことが分かったんですよ。あんまちょっとこれ長く言うと説明すると長くなるので、割愛しますけども、ちょっとここをいじるだけで意味合い的に大きく変わるということが、お嬢さんのアドバイスで分かったので、あ、じゃあこれをこうやってすれば、いけるんじゃないっていうようなヒントにつながったことと、そのお嬢さんがやっていることが多分いつもこういうことなんだろうなっていうのが、なんでしょうね、こう起爆剤というか、ちょっと今までよりも大体に、ね、あ、もっとこうやってもいいんじゃないみたいなことになってきて、まあ、もちろんその扱いがちょっとずつ慣れてきたっていうのもあるんですけどね。だからそれでこう今までちょっとこれ触ったらおかしになった嫌やなとかと思ってたことをやれるようになったのが大きいかもしれませんね。でそれで大胆に動かせるようなことになったのが、こう今までは身動き取れなかったのが沼でちょっと泳げるようになってきたかな。まあ、それでもあれですよ、泳げる言うたって本当にね、犬かきは本当は難しいんですけども、まあちょっと手足を動かせるようになったりみたいなもんで、自分の行きたい方向に行けなかったりするんですけども、まだね、早く泳ぐなんてとんでもないですけど、まあ
その分だけ面白くなる。ただまあオジェフさんともそれ言ってたんですけども、そういうそれが分かってきたといえば言うほどさらに沼にはまるっていうことですよね。ということでさあ来た、出ました、くるくるドカン、スーパースターエルボーで決まるか。これでこっからどうだ、これでフィニッシュ、うおー、あー素晴らしい。個人的にすごく好きなのはあのスーパースターエルボーで決めたことよりも、あのバンザイなんかね、好きなのはさ、あフルネルソンキャメルクラッチで決まった後に一回レフェリーがチェックを入れて、その後ギブアップを言うと、すぐじゃないところですよね、あの技で決まりましたっていうこと。はい、というわけで試合時間13分38秒、フルネルソンキャメルクラッチ、まあこれね、あの技が、あれからこれからこれにならないのはね、なんかそういう仕様というか技の名前変えれるのかな、なんかそんなんでいけるかもしれないですけどね、あの技クラフトモードでそれもいじれるみたいですけども、フルネルソンキャメルクラッチで忍びが剣道長崎からギブアップを奪って、これで決勝進出となりました。さあというわけでもう一人を決めるための戦いに、準決勝の第2試合の方に行きましょう。鈴木稔対シッド・ビシャズ、これもデスマッチとは無縁の2人みたいな感じですが、この2人自体も噛み合わない水と油というような関係。さあこれがどうなりますか。試合開始です。はい、さあというわけで、技クラフトモードのね話をしてて、最近作ってるレスラーの話題をよくするんですけど、清宮海斗はね、ワールドマニアックダービーという企画で、順位予想を視聴者の方にしていただいて、でその当たった方には、レスラーのエディット券を差し上げますっていうような企画を行ったんですけども、見事それを的中された方が10名もおられて、私は10名のレスラーをエディットしないといけない、いけないって言ったのかな、エディットすることになりました。まあ、その納品をずっとやっていたんですけど、ついにその最後の10番目のレスラーである清宮海斗をね、まあ一応ね、なんとなくできました。まあこれも以前からずっと言ってますけども、今までだったらありもの、まあもうスパイクチューンソフトが作った、あれですね、あれだから技ですね、技とかモーションとかパフォーマンスとか、それをまあどういう風に見立てるかというか、これはこういう技という妄想をしながら見てくださいねというようなことで、まあ、実際に、ね、その普通に作れる使える技もあるんですけどもっていう風にやってたんですけども、技クラフトモードが導入されたことによって、ない技はないということになってくるわけですよね。まあ、作れない技がないとまではちょっと言い過ぎなんで言えないんですけども、まあなかったら作りゃいいというようなこと、まあ普通に作れるような技であれば、ということになってしまうということですね。だから今回清宮海斗も、あんまり僕ね、あの清宮海斗のことを知らなかったので、まあ、勉強し直して、見てみたらオリジナル技が結構あって、で最初はまあこの今までだったらこの技はこれで代用できるな、あこの技はこの技でっていうようなことを代用品を代用技で対応してたんですけども、そうもいかなくなったということで、今回も清宮海斗というレスラーを1人制作するために、3つの技を技クラフト、3つ、それでもね、あのいくつ何個かを諦めてるんですよ。これはもう無理って、これはもう俺の手には負えんということで諦めた技があるんですけども、それでも3つの技を一応エディットして、清宮海斗にきっちり合わせると。まあ、でもそれでもね、あのそういう時に出てくる問題としてあるのは、一人レスラーにのため、その一人のレスラーのためだけに、技一つ作らなあかんという問題が出てくるんですけども、まあ、他でも一応まあ流用できるような技に仕上げることもできたんで、まあ、それはまあいいかなということに
になってますね。ということで清宮海斗の方もなんとなく今完成をして、テストマッチを今繰り返している状態ですね。動きを見てロジックちょっといじってというようなこと、まあ、強さに関してはねちょっとどうしていいかはまだギリギリまで悩むことになると思いますけど、でそれが終わったら、今度の生配信で行う予定にしているタイガー選手権ですね。レフェリーのタイガー服部だけは決めて、あとタイガーと名の付く、トラっぽいキャラクターじゃないトラギミックのレスラーを6人5人か6人ぐらい集めてということを考えてるんですけど、で、まあ、先ほどもね今日ちょっと最初の方に見ましたけどちょっとねひらめいちゃったんですよね。それが視聴者の方に受け入れられるというか喜んでいただけるかどうかは、まあ最初はねやったこれはおもろいこと思いついたでと思ってたんですけどね、時間が経つとともにちょっと自信が、なくなりつつあるんですけども、まあちょっとやろうかなで、被弾さあ鈴木みのる、これはここで被弾はちょっと苦しいぞ。さあシッドビショスがこれで一気に有利になったか、いやいやいや鈴木みのるが決めるか、関節を取ったらやっぱり鈴木みのるの方が上かということで、まあ、タイガー選手権ですね。それにエントリーするレスラーを先ほど言った天竜源一郎と同じように、最近はあのブラッシュアップという言葉がなんか好きでちょっと使いたがってる子供みたいな感覚なんですけども、ちょっと強化しようかなと。それをだからどこまで範囲広げるかっていう、ただなんていうか絶対お前は強くないとあかんねんっていうレスラーっているじゃないですか、それが含まれてるから、それをちょっとやらなあかんなということになってる。まあ技クラフトモードであの作れるかどうかわからないですけども、やっぱり、ね、まあ、あの4次元殺法はやっぱり必要やなみたいなことを思ってみたりね、まあ、そういうようなことですよ。というわけで試合の方に集中していきましょう。さあ両者とも血染めとなりまして、多少デスマッチっぽい展開になってきましたが、やはりこの2人が戦うとなるとリングの上で真っ向勝負。さあパワーボムホイップ、パワーではやっぱりシッドビシャスがいっか、いやー鈴木みのるが、いやー鈴木みのる一歩あと一歩というところで逃す。いやーこれはシッドビシャスパワーで勝ち上がって、まあまあ先ほどあのコブラクラッチみたいなのもありましたけどね、試合時間11分23秒パワーボムホイップからの背面式片指固めでシッドビシャスが鈴木みのるから3カウントを奪った試合でした。いやー鈴木みのるはやっぱ場外であの被弾したのが、痛かったのかな。あそこでもうだいぶやられててなんとか粘ったけどっていうところでしょうかね。はい、というわけでいよいよ、決勝戦じゃないな、まあまあ A トーナメントの代表者決定戦とこれがなりますね。ここまで勝ち上がってきました忍び対、そして先ほど勝ち上がりましたシッドビシャスということで、まあ前回行われましたバラセン葉っぱデスマッチのように再試合は全くございません。これで白黒はっきりつきます。ただし長いかどうかは分かりませんが、どうなりますかやってみましょう。行きましょう、試合開始です。はいはい、ということでもうこれは予断を挟まず、おお、いきなり行きましょう。さあこうなるとシッドビシャスのやっぱりパワーの方が一発がでかいっていう意味ではシッドビシャスの方が、上回りそうなんですけども、手数およびテクニック、あと今流血ですね言おうとした、流血の部分で言うと忍びの方が、上というような見立てが出、うわこれは一体どうだ、見立てができますね。そうなるとここまでのダメージがどう出るかですよね。ある程度蓄積している状態でいくとなるとシッドビシャスが捉えてパワーボムとかああいうのを一発決めたらそこで、大きな差が生まれるかもしれない。忍びはこうやって手数でいかなしょうがないでしょうね。あとはどっちが先に流血するかですよね。あーでもカウントに入る、1、2、
うわカウント2まで来てる。うーん、忍びのやはり1回戦から戦い続けてるということが、差が徐々に出てきているのか。機動力ではやっぱり忍びの方が上回ってますが、ただねロープブレイクとかもないですからね。あーこれは忍びうまい、ただ流血しなかった。あーこれ上が落ちるかな。うわ落ちた。くーこれは忍び軽量化というか軽量がゆえに投げ出されて、いやー流血しましたね。さあこうなるとシドビシャスが圧倒的に有利な展開、しかもクリティカルがありませんので一発逆転はありません。順当に戦ってどちらかがギブアップもしくは3カウントを奪われるまでということになるので、じわじわと差をつけ、あー今のブレンバスターでも決まってれば場外に落ちてちょっとでも忍びにというところですが、さあここまでですね、今回そうそう、まあ、ちょっと生配信の時も言いましたけども、まあ、今回三大デスマッチと言いましょうかね、まあ、三大言うと三つしかないというデスマッチ、をずっと遊んでますので、せっかくなのでその、金網で買った金網で買ったの誰でしたっけ、そっから、金網は、あそうかマンモ佐々木が勝って、まあ、タイトルマッチでジーアンダーテイカーには負けましたけども、優勝はマンモ佐々木で、バラセンハンパデスマッチの方はチャンピオンであるミスターフォードが勝ったと。で今回誰が勝つかわからないですけども、金網、バラセン、弾劾と、過去チャンピオンが揃って、その3人でノーマルマッチのタイトルマッチシックスメンのベルトに挑戦しようかなみたいなことも、ね、ちょっと考えてみたんですけども、なんかあんまり思いついた割にはあんまり面白くないかなと思って、今ちょっと立ち消えになるかもしれないですけど、まあ一応そんなこともちょっと考えてるということですね。あ、そうそう思い出した、そんなことというそんなことよりと言ってたんですね。あ、これはそんなことよりか、あの次期シリーズ、もうこのバラセン、あ、じゃない、弾劾爆弾デスマッチが終わったら、あのこのシリーズデスマッチトーナメント続地祭り終わりますのでね、その次期シリーズ現在募集中です、募集中です、もうすでにエントリーたくさんしていただいて、もう 何十名かしていただいても本当にありがとうございます。まだ何て言うんですか、返信1個も送ってないのでまだかって思ってる方は、もうちょっと時間ください。あれは気合を入れて一気にやろうと思っているので、ちょっと溜まってからにさせてくださいということで、しばらくお休みしていただいた、お休みさせていただいてからのなりますけどね。いやいや違う、シリーズは続けてやりますけどね。次期シリーズは第3回勝手に松本友蔵、はいちょっと待ってくれ、あー決まった、忍び優勝おめでとう。まあまあ優勝でもないか、まあとりあえず決勝トーナメントの、進出が決定というところですね。いやーこれは、いやちょっと今シドビシャスの方が上回ってたんで、いやーしまったな、いらん話せん方がよかったな。というわけで次期シリーズ現在、エントリー受付中です。で終わり、はい。いやちょっと最後の忍びのラッシュ、実況するべきだったか、まあもう後の祭りなんで、終わりましょう。試合時間8分37秒、グランドシューティングスタープレスで、忍びがシドビシャスから最後は3カウントを奪った試合でした。いやだん、落ちてね、場外に落ちた時にはもうこれで一気にシドビシャスが持っていいかと思ったんですけども、手数を一気に上回った方がやっぱり強かったと。で、シドビシャスが意外とダメージあったということなんですかね。まあ、とりあえず勝ちは勝ちです。おめでとうございます。はい、まあもちろんね、これでやっとその決勝トーナメントへの出場権を手にしたということなので、まあ残る決勝、じゃないや、B トーナメント、C トーナメント、D トーナメントで、勝ったレスラーたちと戦うということになりますが、まあこれで一歩近づいたということですね。久しぶりの忍び、もしかしたらもしかするかも。さあというわけで次回からは、この調子で B トーナメントの方を相変わらずやっていきたいと思いますので、またよかったら、ご視聴いただけたらと思います。というわけで今回はこの辺で
お別れです。最後までご視聴ありがとうございます、あとチャンネル登録まだの方はしていただけると大変助かります。勇気が湧いてまいりますので、よかったらお願いします。今回はこの辺でお別れです。ではまた。